2012年ロンドンオリンピックのテニス競技は7月29日から8月5日までウィンブルドンのオールイングランドローンテニスワンドクローケークラブで開催された国際テニス連盟管轄、コートは芝屋外前回北京大会では4種目が行われていたが今大会は混合ダブルスが1924年パリ大会以来88年ぶりに実施された今大会は E-Look の12のコートが使用された。オリンピックでは3セットマッチを実施し、また男子シングルス決勝のみ5セットマッチ。ウェアの色は自由。通常のツアー大会同様に音楽が流れる。今大会は男子シングルスと女子シングルスの出場者にランキングポイントが与えられる。6月11日時点での ATP、ワールドツアーランキング及び、 同日現在の WTA ランキングの上位56選手が出場できるが、1カ国につき最大4名までと定められている。また残り8は ITF の推薦枠での出場となる。ダブルスは1カ国2組までで、シングルスとダブルスの合計では6人以内となっている。混合ダブルスはシングルス、またはダブルスの出場選手となり、単独での出場選手はいない。 女子シングルスのメダリストたち。左から順に、ビクトリア・アザレンカ、セリーナ・ウィリアムズ、マリア・シャラポは、ありがとうございます。